ここで椿原選手の地元門真市宮本和隆市長より両選手へ花束の贈呈を行います。それでは宮本市長お願いいたします。チャンピオン椿原選手の、生まれ故郷門真市の宮本市長です。東京都板橋区出身の郡司へ花束、続いてチャンピオン椿原へ花束が贈られます。ありがとうございます。ここはエディオンアリーナ大阪です。今この間も笑顔を見せていたのが王者椿原達也です。令和3年 K1 大阪冬の陣、西は本拠地大阪で待ち受ける王者椿原、東から攻め込むのは修正の宿敵軍事です。試合に先立ちましてチャンピオンベルトの返還を行います。さあ今チャンピオンベルトが返還されます。第4代王者椿原です。さあ正人さん、戦いの見どころぜひ一つ伺いましょう。いやーそうですね、椿原はこうアウトボクシングうまいんでね、はい、こう軍司がこう前に出て椿原を捕まえることができるかですよね、うん、そうですね、ただいまより K-1 ワールドグランプリフェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、167センチ、 57.4kg、 日本 K-1 ジム総本部チームペガサス、第2代クラッシュバンタム級王者、軍司タイト。因縁にピリオを打つ、完全決着でベルトを巻く軍司タイトチャレンジャーです。赤コーナー170センチ、 57.2kg、 日本月神会チーム侍、 K-1 ワールドグランプリフェザー級王者、椿原達也。もらわず当てて倒せば文句ないだろう。チャンピオン椿原達也初防衛戦です。さあダブルメインイベント、その第1試合になります。タイトルマッチが行われます。この2人はアマチュア時代、高校生時代に2度、そしてプロになっても2度の対戦があります。ここまで2勝2敗、決着戦が最高の舞台用意されました。ということはお互いの手の内が分かってるってことですよね。ですね、関根さん、逆に言うとそこからどれだけ成長してるかですよね。そうなんですよね、それを見せ合うというか。ラウンド1、さあ第1ラウンドが始まりました。赤いグローブがチャンピオンです、椿原達也初防衛戦、そして青いグローブがチャレンジャーです郡司タイトです。右のローキック放っていきます。放送席にも現役時代はライバルとして戦われた、正人さん、佐藤さんいらっしゃいますが、佐藤義弘さんはどんな風にご覧になってますか。僕はこの2人の対戦、今回はですね、作戦にすごい注目していて、両陣営がどういう作戦を立ててやるのかなと思って、郡司選手、この間新見選手とやった時にね、すごい前進見せたじゃないですか、今回どうするんだろうって今ゴング鳴る前楽しみにしてたんですよ。クラッシュ王者の新見に勝ってるわけですからね、今のところあの時のガーッといくなりふり構わない前進はないですね、中央です、左の三日月蹴りですね、指示の通りの蹴りを出してきました。右のローキック、ここもやはり前に出るのが郡司、その圧力の強さというのは加減は程度はあるでしょうが、体を振りながらです。インローキック2つ、椿原がなんかちょっと力強くなった感じしますね。そうですか、左のハイキックコーナーに詰めようというところ、自分の左に回ります。
まさとさん、そしてこの階級がまた今度だんだん体も合ってきてるんでしょうしね。そうですね、やっぱり、椿原最初の頃出てきた頃ってこう、はい、まあ、テクニックはあるけどパワーがちょっと問題ないなっていう感じしてたんですけど、今はちょっとパワーある、パワーだいぶあるなって感じしましたし、ね、このローキック見ても、はい、カーフですか、右これもカーフキック、ボディー突き刺していった軍司、ここもコーナーに追い詰めていこうというところ、まあ、コーナーに詰め切ればアウトボクシングはもうできません。ローキック右のロー、サイドフック、チャンピオン打ってから距離を取ります。右のジャブワンツー返していったのがチャレンジャー軍司、フを切った、前出る、右のカウンターを椿原が当てましたよ。佐藤義弘さん、どうですか。そうですね、僕は椿原のカーフキックがすごい正確で、うん、あれ、ね、2ラウンド目と3ラウンド目かなり嫌なんじゃないかな。なるほど、さあ出てくる、さあここも詰めてきます。ここはさばいていった軍司。椿原はファイトスタイルがちょっと変わりましたね。やっぱ倒しに行ってますね、うんうん、言ってる通りですね、倒せばいいんだろうっていう。久松さん、進化するチャンピオンですね。いや本当ですね、やっぱチャンピオンとしてどん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 成長していってるんだろうなと思います。今ウォーカーもありましたが、ちょっとワンツーですね。残りが10秒切っています。第1ラウンドです。タイトルマッチ3分3ラウンド、延長が1ラウンド用意されています。バックブロー、ちょっと今肘が当たりかかった。マサトさん、どうですか1ラウンド。1ラウンドはこうやっぱ椿原のカーフが有効だったんじゃないかなと思いますね、うん、はい、やっぱりこう聞いてくると、ね、うん、カーフで最後倒れるというか、やっぱり、ね、はい、他のパンチ、他の攻撃が入りやすくなりますから ね、これあの ラウンド中テーピング今巻いてるけど、これいいですかね。あ、本当だ、軍司の左のふくらはぎあたりですね。軍司の方もし映ればですが、あ、ダメですよねやっぱり。あ、そうですね、今テープ巻いたんですが、それ今巻くのはもう許されないということで、ということは関根さん、何か手があるかもしれませんね。そうですね、まあ、やっぱりこうね、見るからにこう紫色になってますからね、うん、はい、カーフが効いたのカーフですか。さあ佐藤さん、はい、改めてその何か見えてきたものはありましたか。そうですね、椿原がね、自分からちゃんと下がってるんですよね、うんうんうん、押されて下がらされてるんじゃなくて、なるほど、自分で下がってやってるね。結構ペースは若干椿原かなと、うん、さあ第2ラウンドが始まりました。リミット 57.5kg、 K1 フェザー級のタイトルマッチです。チャンピオンが赤いグローブ椿原、まあ、テクニシャンです、まあ、対して中央を取ります。でも北松さん、ちょっと左足は心配ですよね、チャレンジャー。そうですね、かなり青くなってますもんね、うん、あ、今も股関節蹴りをフッと出そうというこの足の動きも、そうですね、チャンピオン前足でねじ込んでいくのは右のパンチ。今ローキック蹴ったんですけど、はい、ちょっとバランス悪くなってますね。あ、そうですか、はい、ちょっと軍司が強引にね、ちょっと距離詰めていきたいなと思ってますよね、うん、パンチの距離にしたいなと。なるほど、これマサトさん、入れないように、カーフっていうこともあったんですか。左ボディ、いや、カーフを蹴られるんで、あの距離にいると、あ、自分からパンチの距離に変えてますよね、うん、ちょっとローブロー気味アピールしたのがチャンピオンの方です。右強いパンチ、関根さん、強いパンチですね。いやね、今日はね、倒す気満々ですよ、椿原、うん、ボディストレートはチャレンジャーです、軍司。左ボディ詰めていく、入れ替わった、ここさすがです、軍司来ましたね、うん、出てきましたね。佐藤さん、ちょっとこのラウンドかけ一つ勝負してますね。そうですね、ちょっと足のダメージ心配なんで、もう勝負かけてますね。なるほど、はい、でもちょっと腹いいですね、うん、こう前蹴り、そしてボディへのストレートもあります、チャレンジャー軍司。ここですね、今も中足が立っている、三日月蹴りか、内臓をえぐるような蹴りです。左ミドルキック、ボディだ、左ボディ入れ替わります。左のボディに対して椿原も右ストレート簡単に合わせてきましたね。あ、そうですか、ええ、まあ、もう狙ってくるの分かってるんで、うん、左一つ入れます。でも追ってくる、またカーフだ、左ボディカーフキック、この先危なかったな今の、うん、カ
ーフを避けたら自分から崩れてくれるからと今軍事がからの指示があります。ちょっとこのプレッシャー嫌がってますね、チャンピオンが、チャンピオン軍事のプレッシャー、いいプレッシャーですよ、そうですね、まさに佐藤さんこのラウンドですね、そうですね、もうここ取り切りたいですね、軍事としては。なるほど、圧力しっかりかけて足スイッチしたチャンピオン、さあ逆にカーフキック返していった軍事、右のフックを入れ替わるか、軍事はボディ打ちたいですね、左のボディーブローもありますね、バーブロー、これ空を切りました、そこで出たいか、今また三日月蹴り、残りが15秒、逆にこう椿原のローカーフキックが当たんなくなってますよね、そうでしたね、さあ追ってくる、入れ替わった、残りがスライサイドフック、さあラウンド戦が始まった、膝もある、ここで第2ラウンド終了。さあ関根さんどうですか、いやすごいね、椿原、自信なんかチャンピオンになってから自信満々ですね、今日もなんかそういう、ああそうですか、今のも打ち合いも俺は平気だぞって顔して帰りましたよ、なるほど、久松さん本当にお互いのことを知っている2人ですもんね、はい、でもやっぱりお互いの強くなっている部分、そこもすごい感じていると思いますよね、これ欲しいキックでした。さあ佐藤義弘さん、はい、今のラウンド次に向けてどうですか。そうですね、もうこの一進一退の攻防続いてるんで、3ラウンド目 もう目まぐるしく展開変わるんじゃないですか ね、軍事が攻めれば今度椿原反撃するし、はいはい、ものすごくこう動きのあるハイレベルな試合だな、本当実力白中な2人ですということですね、マサトさん、これカーフのダメージどうですか、左足カーフのダメまだ大丈夫だと思うんで、こう、このまま前に出てれば、なるほど、マサトさんもおっしゃったように当たらなかったですね、はい、さあそれもあってまた今度セコンド陣がどんな指示をしたか、最終ラウンドです、第3ラウンド、赤いグローブがチャンピオンです、椿から達也、青いグローブがチャレンジャーです、軍事タイト、まあ、学年は一つ違いますが年齢は同じです、22歳、やはり間合いですね、もう一つこう冷たいのがチャレンジャー軍事、カーフキックがこのラウンドここまではこうないか、チャンピオン、さっきちらっと出しましたけどね、そうです、右とか、あれだけ前に出てこられると蹴りにくいですよ、聞いてないかなと思うんですよ、この圧力ですね、軍事前に出る、最後のフックからこう入れ替わるようにしたチャンピオンですが、膝も出してくる、左打ちながら前進します、残りが2分になります、最終第3ラウンド、ハイキックもう一つ空手の攻撃です、でも関根さん本当にお互いのことは分かってるから、その裏の裏みたいなところなんでしょうね、もうね昔からのライバルですから ね、高校生時代からです、今また内臓を蹴っていくワンツーチャンピオン、ボディストレート、また入れ替わったスイッチします、チャンピオン、また戻す、お互いオーソドックスになってます、佐藤さんどうですか、3は今3ラウンド目ちょっとお互い空転してますね、ヒット少ないですね、ちょっと少ないですね、ここもそうだ、ちょっとこう接近すぎて当たらず、離れて届かず、左フックちょっと狙いすぎてるかな、これ佐藤さん3ラウンド制の難しいところですね、そうですね、ここからきついですよ、逆にそこまで差ついてないんで、この1分で勝負決まります、そうですか、久松、さんやっぱりこうなるんですね、最後本当のドキドキの1分です ですね、まあ、攻撃まとめたいですよね、修正のライバルです、これでライバルストーリーに決着がつくかどうか、残りが40秒です、入れ替わる、追っていくチャレンジャー、何か一つ大きなものが当たれば分かりません、まあ、ダウンを奪えばその選手が勝つかもしれません、残り30秒、攻めてくるバディ左、右のスーパーチャンスだ、しかしバディチャレンジャー、軍事じゃあ椿原絶対返すですよね、返しますね、最後攻撃の終わりがこう椿原という場面もあります、でもちょっと椿原の方が消耗してますよね、あそうですか、やっぱこうやって転んだりするのってやっぱり消耗してる証拠ですからね、左捉えた軍事、
振ってきます。これ距離を取って、さあ残りが少ない、一撃あるか、うわー、ここで本戦終了。まさとさん、今日はちょっとジャッジ博士が多い。そうですね、でも今日のジャッジ見てるとやっぱりこう前に出てる方にポイントがついてるんですよね。確かにそうですね、この3回ねずっとグッチが前に追っていったような感じしますけどね。お待たせしました関根さん、それがもうテーマですよね、勝負する選手にとっても。まあ3ラウンドジャッジ岡田良かったですよね。30対29、割れた赤椿原、一人目椿原、ジャッジ豊中カーフキックですかね。30対29、青軍人割れた、ジャッジ梅木1対1、30対、さあ3人目は30ドロー、きた延長だ。これより正直まさとさん、はい、延長ラウンド1ラウンドだけです、何を見ますか。いや、やっぱりこうもうやっぱ前に出たら分かってるんじゃないですかね。そうですよね、まあカーフを蹴っていっても、まあ多分カーフで軍事の心が折れることはないと思うんですよね。ないですよね。まあ判定僅差の場合はクリーンヒットの数で若干の差があってもアグレッシブに攻めた方を評価する、まあ佐藤さん、こういう基準に変わったわけですもんね。そうですよね、まあ、確認されたというか、はい、だからもう延長はだからもう前に出た方が勝つっていうぐらいじゃないですか、微妙な差だったらですよね。3ラウンドみたいな流れだったら少し有利な感じしますよね。そうですよね、ちょっと椿原ちょっとスタミナなかったですね、最後ちょっと疲れましたね、疲れましたね。いやー、でも久松さん、これお互い前に出ればいけるって分かってての最終ラウンドですもんね、延長ですもんね。出るしかないですよね、気持ち的には。セコンドセコンド、いや、この長いライバルストーリーは最後根性勇気問われる延長ラウンドです。さあフェザー級のタイトルマッチ延長戦までもつれ込みました。やっぱりこの2人の戦いは僅差になります。赤いグローブがチャンピオンです、初防衛の椿原、青いグローブチャレンジャー軍司、ワン、ツー、まあ、でも関根さんおっしゃったスタミナですよね、左上か、うん、どう中央お互いちょっとここ出方待つような形です。佐藤義弘さん、3分の中でもこうどこでラッシュかけるかみたいなのもあるでしょうしね。そうですね、そこら辺はね、あのセコンドの声とかよく聞いてなかったですね、うん、今うまく当てた、膝左フックが空を切った、追っていく、あーちょっとここも倒れる場面があります。チャンピオンも必死、チャレンジャーも必死。いや、久松さん、本当に残り2分で決まっちゃうんですからね。そうですね、ベルトかかってますからね、さあ周り全てが背負う軍司、左入れた左右のフック、チャンピオン、でも軍司下がらない、一旦下がって残り2分切ってます。前蹴り、少しあの椿原のバランスがグラグラし始めましたね。ああ、そうですか、だいぶスタミナもきついんです、うん、左ハイキック、これガードしてます、ボディ、左フックにつなげる、入れ替わって前に入ってきます。マトさん、こういう場面も何度もありますね、組みついちゃうというか。まあそうですね、チャンピオンの疲れもあるか、入れ替わって半分です、残りここからですね、うん、ちょっとでも見栄え良くないですよね。そうですね、近い、さあ近く持ってきた、前蹴りローキック右、これもバックステップでやり過ごしました、チャレンジャー右一つ入れますが、ボディストレート、これ思い出したよね、ボディ、前キック、チャンピオン、さあ泣いても笑っても残り1分、膝です。佐藤さん、どうですか。いや、いい膝ですよ、うん、もうボディも2ラウンド目ぐらいからだんだんどんどん効いてるんで、かなりボディダメージある、ここ勝負ですね。今アッパー入れたチャンピオン、しかしまた前に出てくるチャレンジャー、うわー、もう残り40秒で全てが決まる、飛び込んで右、あとはバックステップ、今度はチャレンジャーが前に出る、左入れた、前蹴り、前蹴り、さあ残り30秒、どちらが K1 らしい戦いを見せるか、ローキック、ボディ左2つ、ダブル、左入れた、軍司は前に出る、こういう時に小さいパンチまとめた方がいいんですよね。なるほど、小さいパンチをバックロー、これダックして逃れました、残りが10秒になる、ちょっと椿原大きいですよね。さあ5戦目です、5試合目、この2人防衛か
いや関根さん、すごい死闘でしたね。判定結果をお知らせします。だからジャッジ岡田10対9、赤つばきキャラ、つばきキャラ、一人目つばきキャラ、マストジャッジです。10対9、青くんじ、うわー割れた、マストジャッジ、どちらかにつける3人目。10対9、青くんじ、新チャンピオン誕生。勝者青コーナー、ライバルストーリー、ここで一つ蹴りをつけました。第5代 K-1 フェザー級チャンピオン郡司泰斗、中世のライバルスバキハラからベルトを奪いました。いや前王者もここ堂々です、笑顔で祝福しました。いや正人さん、はい、割れましたね。割れましたね。まあ難しい勝負になりましたけど、まあやっぱ最後ね、グッチが前に出てる印象ちょっと強かったですよね。確かにそうです。僕もグッチかなって最後の延長だと思いましたね。佐藤義弘さんどうですか。はい、僕は椿原がね、アウトボクシングをより磨きをかけて、うん、でさらに攻撃力を増してたんで、はい、まあ、今回これ負けましたけど、僕は椿原のこのスタイルを貫いてほしいなっていうふうに思ってます。そうですね、関根さんもそのことをおっしゃってましたね。はいはい、だから随分変わりましたよね、だからこれで攻撃力をもっと磨けば、うん、またもう一つ上の選手になりますよね、はい、が郡司はやっぱり3ラウンド目は足腰がフラフラしてなかった。そうですね、見た目がね、うん、そのダメージが椿原選手の方が少しフラフラ見えちゃいました。関根さん、きっとボディへの攻撃も効いてたんですね。スタミナ奪ったんですね。やっぱりね、あとずっとこうプレッシャーかけてたじゃないですか。そうですね、やっぱり疲れてたんですよね、チャンピオンも。さあフェザー級転向、椿原よりは遅れてこの階級にやってきました宿敵、宿命のライバル郡司泰斗が第5代 K-1 フェザー級チャンピオンの座につきました。久松さん、はい、どう感じますか。いやー、郡司選手ずっと若い頃から、まあ、クラッシュだったりとかで頑張ってきて、うん、やっとこの K-1 のベルト、はい、負けたのを見てなんかすごくドラマがあるなって感動してますね。そうですよね、だって学生服を着ている時代から戦っているライバルですもんね。佐藤義弘さん、はい、改めて新チャンピオンどう映りましたか。そうですね、郡司選手、この前回の新見戦からすごい前進、はいはい、今日もこの2ラウンド目の終盤とかでこうガガッといく、はい、そのなんか決定力みたいなのがついてきたんで、はい、ここから先楽しみですね。絶対王者になる可能性もありますよね。そうですか、はい、まあ、フェザー級転向4戦目です、まあ、亀本優勝、森坂陸、そして先ほどからお話のあるクラッシュフェザー級王者の新見貴人を下してこれで5連勝でそのままベルトを巻きました。まあ、紆余曲折あってね、怪我したり大事なところでちょっとね負けたりして、そうです、ね、才能あってね、うん、スター候補だったんですけども、はい、やっと花開きましたよ ね、 そうですね。でもまだ22ですから。そうなんですね、ちょうどいいんじゃないですかね、このくらいで。確かに、お互いまだ2人ともまだまだ強くなりますよね、ここからですよね、うん、本当佐藤義弘さんおっしゃったように、こう椿原選手もさらにこう K-1 にフィットした戦い見せるでしょうしね。まあ、僕今まで椿原選手は K-1 のリングで見た中で一番僕はいい、やべえマジでいい試合、アグレッシブでいい試合だったなと思いますね。それ最高のエールだと思います。成長した姿見せてくれたと思います。郡司泰斗も椿からを4度目の対戦下したんですが、トーナメント決勝に行って決勝で木村正史に顎を砕かれて長期の欠場もありました。まあ、そこでその間に椿原が先を一歩先を行って追いかけている立場に変わりました。そしてこの瞬間並んで追い越しました。今梶原龍二さん、涙ではないですかね、少し目が潤んでいるようにも感じます。関根さん、チャンピオンを生んだわけですからね。そうですよ、いやいいチャンピオンですよね、バランスの取れた。あ、そうですね、パンチもあるし、日本月戦選手K-1 ワールドグランプリベゼル級新王者となりました郡司泰斗選手より一言をいただきます。今日本当はKO で勝って、もう結構言いたいこともあったんですけど、
まあこういう形で延長また延長判定で勝ったんで、もしかしたら6回目あるかもしれないですけど、まあその時にはもっと強くなるんで、でこのフェザー級戦線、まあいろんな選手がいて、でどんどん強い選手も他団体から来て、いろいろ階級上げる選手もいて、まあどんどん熱い階級になっていくのは分かってるんで、まあ、僕は今この K1 の王者なんで、まあ、しっかり強い選手とやって、でこのフェザー級のベルトをもっと価値を上げて、K1 の K1 を引っ張っていきたいと思ってるんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。それでは本日のお話に移ります。さあ久松郁美さん、はい、これで2022年は、フェザー級彼を中心に回るってことになったんですね。そうですね、本当こうチャンピオンになってからの、うん、このまた成長がすごく楽しみですよね、はい、毎回。そうですね、うん、なんか雰囲気がね、うん、エグザイルのメンバーみたいな。3代目っぽいですし、そう3代目っぽい、5代目ですけどね初代王者がタケル、第2代が村越優太、そして3代が江川優輝、第4代が椿原達也、第5代 K1 フェザー級チャンピオン郡司大斗です。また来年はあれでしょうね、落ち着いたら海外の選手も来て、ね、トーナメントみたいのも見たいですね、うん、関根さん、その意味ではこれだけ若いチャンピオンですからね、長期政権の可能性ももちろんあるし。そうなんですよ、ただ層が厚いから入れ替わり立ち替わりっていう可能性もあるんですよね。そうですね、佐藤義郎さん、はい、ひょっとすると逆にこう防衛が難しい階級になるかもしれないし。難しいですよ、でもその中で、ね、防衛重ねてほしいですよね。そうですね、お願いします。さあ今新チャンピオン郡司大斗選手のサインが書かれました。こちらのサイン入りアクリルプレートは K1 ハットトリックチャリティーオークションに出品いたします。ぜひ皆様このチャリティーオークションにご参加ください。選手退場。さあ腰にずっしり重いベルトを巻いて2021年締めくくりました新チャンピオン郡司大斗です。 K1 2021年の最後の大会 12.4、 ここはエディオンアリーナ大阪。さあダブルメインイベント、いよいよ2021年 K1 最後の戦いが始まります。スーパーウェルター級タイトルマッチ、王者木村フィリップ実、挑戦者輪島ひろみです。